ヒッポリュトスの殉教。ヒッポリュトスは、初期キリスト教の対立教皇である。サベリウス主義やゼフィリヌスを批判し、ローマ教皇カリストゥス一世と対立する。235年、教皇ポンティアヌスと共に、ローマ皇帝の弾圧により、サルデーニャに流罪となり、死没した。早くから殉教者として扱われ、聖ヒッポリュトスと称される。殉教者としてのヒッポリュトスの事績は、13世紀にヤコブス・デ・オラギネ、黄金伝説で書かれたことしか知られていない。その中では、ギリシアの著作家であったヒッポリュトスは、ローマの皇帝に仕えた軍人だったことになっており、任務として牢に監禁していた聖ラウレンティウスによって、キリスト教徒にされたという。殉教した聖ラウレンティウスの遺体を埋葬した後、皇帝デキウスの追及を受け、256年頃に、荒馬の首に足を縛り付けられ、長いことうばらやアザミの野を引きずり回された末に、絶命したことになっている。画像では殉教の場面か軍人の姿で表され、ヒッポリュトスの拷問に使われたとされる棍棒、鉄串、縄、さらに槍とシュロが聖人としての持ち物となる。キリスト教の信仰についてはオリゲネスに匹敵すると言われるほど多くの著作を残しており、代表的な著作は全異端反駁論である。その中でヒッポリュトスは、異教の魔術師たちが行った詐欺とごまかしを非難している。また彼は厳密な一神教信仰、旧約聖書の部分的批判、犠牲の廃止、禁酒、頻繁な沐浴、贖罪観念の廃止、預言者の近親者への尊敬といったユダヤ的キリスト教を温存していた。教皇カリストゥス一世は、司教の赦免権を重い肉欲の罪にまで及ぼしたが、ヒッポリュトスは反対を唱えている。エーレナイオスとは異なり、テルトゥリアヌスと同じ従属説を受け入れていた。両性説については、エーレナイオスとテルトゥリアヌスに従い、苦しんだイエスと苦しまぬキリストを分離する立場を取った。様態論への最も激しい反対者がヒッポリュトスである。ところが、ローマの司教のほとんどは、様態論者であったために、教皇カリストゥス一世は、様態論の代表、サベリウスとヒッポリュトスを同時に破門し、論争を沈静させた。ヒッポリュトスの著書には、後に異端と排撃された多くの説が紹介されており、エウセビオスをはじめとする教会史や野中世思想史やは、資料として参照している。エウセビオスによって知られる著作は上記を除くと、創造の6日間について、創造の6日間に続くものについて、マルキオンへの暴論、賛歌について、パスカについて、エゼキエル書の諸部分についてがある。ピーター・トレメイン、修道女フィデルマの英知草原推理文庫、2011年、P285。ヤコブス・デ・オラギネ、黄金伝説3岩波書店、2006年、P166。ヤコブス・デ・オラギネ、黄金伝説3岩波書店、2006年、P192。ヤコブス・デ・オラギネ、黄金伝説3岩波書店、2006年、P197。ピーター・トレメイン、修道女フィデルマの英知草原推理文庫、2011年、P285。ヤーコプ・ブルクハルト、コンスタンティヌス大帝の時代筑馬書房、2003年、P264。D.A.V. ハルナック、教義史綱要、串間千恵、1997年、P43。D.A.V. ハルナック、教義史綱要、串間千恵、1997年、P71。D.A.V. ハルナック、教義史綱要、串間千恵、1997年、P88。D.A.V. ハルナック、教義史綱要、串間千恵、1997年、P91。D.A.V. ハルナック、教義史綱要、串間千恵、1997年、P110。エウセビオス、教会史講談社学術文庫、1953年、54、P。エウセビオス、教会史講談社学術文庫、1953年、56、P。ありがとうございます。